存在か真核の現実の前に行くつも
正幸です。ちょっととても言いたいことがあったのでちょっとお借りして言わせていただきたいです。ですね、今日何の日か分かりますか？まあ今の人ってこういうこと言うのあんまり好かれないと思うんですけど、今日って70年前に広島に原爆が落とされた日なんですね。それで今こうして僕たちがライブできてるのもあの時苦しい思いをした人がいるからだと思います。まあ、次はそんな人たちにも向けて今僕たちがこうやって下手くそでも音楽を伝えられる感謝を込めて曲になってますな。どうかその後みんなもライブやると思うけど、そういう気持ちを少しでも中に持ってやってほしいなと僕は思います。ません、正幸でした。皆さん拍手はないんですか？いい話しましたよね。3年生ひどいな。今正幸先輩がねちょっとエメい話をしてくれましたけど、僕からもですねちょっと今回ちょっとどうしても言いたいことがあるんです。特に今回なんで言おうかなと思ったのが、1年生の主体のライブじゃないですか今日。だから1年生ライブ出る人多いし多分結構集まってくれるかなと思ったんでちょっと話してもらいたいんですけど、1年生に一つだけ、聞いてほしいことですよ。結構真面目な話なんですけど、僕たちが今いる、まあ、一般のお客さんの方ももしかしたら来ていられるのかもしれないですけど、ここにいる人たちっていうのは軽音の同好会じゃないんです。軽音の同好会だったら好きな時に集まって好きな時に音楽すればいいんですよ。あくまでここは軽音のサークルであり軽音の部活なんです。だから大学でたまたま一緒になったこの人たちで集まって団体行動してるんだから、やっぱりミーティングにさ来るとか来ないとかスタジオに遅れるとか遅れないとかそういうことっていうのはやっぱりそういう要因は考えてほしくない。もしさこの話を聞いてさこいつなんだって思ったら俺に直接言って、陰で言うんじゃなくて俺に直接言ってくれ。で別に俺のことは別に嫌っても別に何でもいいし、俺はとにかく軽音が好きです。1年前とかはあんまり人と接する機会とかもあんまり自分から行けなかったから、だからこそなんか言いたいけど、やっぱりやるべきことはやろう。それをとにかく言いたくて、やっぱりミーティングにしても一回一回にしてもちゃんと先輩がこうやって申請を取ってくれてるわけだから、感覚を変えてほしい。自由参加に参加できる人だけが参加するんじゃなくて、まあ、感覚の話だけど強制参加の中で来れない人が来ないっていう感覚を持ってほしい。もうとにかくそれだけです。あとは今日は1年生の主体のライブだから思い切って楽しんでください。僕の正幸先輩もすごいいいこと言ってくれましたけど、僕の長い話もお付き合いいただきありがとうございました。最後はそんなみんなに感謝の気持ちを曲にして終わります。皆さんこういう準備はできてますか？ OK、 じゃあ聴いてください。ありがとう。ありがとう、見つけてくれてありがとう、覚えててくれてありがとう、愛してくれてありがとう。ありがとう、覚えててくれてありがとう、どうで
じちゃうから僕らはありがとうね愛してる。頑張って。